ています。早めに入れました。大黒へのボールです。本職ボランチだった大学時代の藤田ですが、まあ、人材がなかなかいなかったということもありまして、高木監督はサイドバックで起用しています。さあ徳良、右にボールをつけます。簡単に前にボールを持っていきます。この位置に広山からスイッチ、真ん中で松下、桜田を飛ばして逆サイド、ナイスボール。ボールをもらったのは寺田、マイナス、シュート、桜田来たか、プッシュ、先制しました。徳良得点2桁の大台に乗りました。注目のストライカー対決、草津徳良が先制ゴールを挙げました。野々村さん、松下の大きなサイドチェンジが起点でした。そうですね、まあ、あれも雨の日でいいイメージがやっぱりできてますね。人がいなければこう速いボール、低いボールければこれですね、テンポ上がるっていうイメージがありましたしね、はい、まあ、これも雨の日だからあそこ結構マイナスでグラウンドのボール蹴れますよね。はい、まあ、徳良よく詰めてましたね。そうですね、10分徳良のゴールです。草津が先制しました。まあ、多分土井から、まあ、プレッシャーかけられてちょっとメンタルの部分のこと話しましたけど、はい、今みたいなところで案外こうストレスになってくる気がするんですよね。なるほど、はい、また追っかけての今広山でしたしね、はい、おっとうまく前向いてエリアの中、広山が流してシュート、左足決まった。高田かな、2試合連続ゴール、いいシュートでした。左足、これで草津のリード2点。広山から高田でしたね、今そうですね、広山がまたいい仕事をしました。ここでもらって引きつけて横、これいいシュートでした。いいシュートですね、あれも柔らかいボールですけど、これ雨の日なんで、はい、すごくこう選手としては強いボールが蹴れる状況にあるんでね、はい、ミートすればいいコースに行くというイメージ通りでしたね。そうですね、焦る時間が本当に長くなっています草津。バウンドしたボールはチェソンヨンセンターへ、無理せず田中はダイレクトで徳良に当てます。ボールは柴崎、奪ったボール、ドリブル、高田が左に開いた、徳良はセンターにポジション取ります。寺田はしっかりルックアップ、低いボール入れてきた、逆サイド突っ込んだ、広山サイドネットか、いいとこに入ってきました広山です。いや素晴らしい攻撃でしたね、はい、今これね上げてもダメかなと思ったんですよ、2トップは無理だなと思ったんですけど、はい、まあ、その後ろからいいタイミングでよく走ってきましたよね。こぼれてくるボールをサイドバックのボックス、ペナルティーマークあたりに近づきました。そして今日実は一番効いている広山のボール、ヘディングシュート、徳良行った、ここからヘディングシュートは高田がアプローチしましたが、これはライン割りましたが、ヒヤッとしました東京ヴェルディ。よく触りましたね、はい、土井も、まあ、落ち着いてボールを見送りまい、さあ広山出すとこいっぱい、おお広山シュート、どうかな、コース変わった分少し出かけていた土井の上を越えていこうとしました。このボールです、ちょっとヒヤッとしましたキーパーの土井、これ完全狙ってましたねシュート、ね、そうですね、まあでも直接はなかなか入らなかったと思いますけど、はい、やっぱり使って、まあ、しのいできた高木監督、マイボール、熊林、後ろ空いている、寺田がいたぞ、寺田シュート、おあつらえ向きのボールが残りましたが、左足のシュートは枠に行きませんでした寺田。いろんなことをこう考える時間がありすぎた、ありすぎたところはありますね。はい、いやでも決定的でしたねこれ。そうですね、まあ、作ったというよりももらったチャンスです。4-5-1みたいな形だったんじゃないですかね、はい、徳良としては2トップにしてくれってさっき言いに行ったんだと思いますけど、はい、これチャンス、カウンター、コントロール、後藤がもらった、追い越した小池、そこを使う小池のシュート、ナイスキーパーです。遠い、惜しかったですね、まあ、サイドバックながら今シーズンここまですでに3点取っているこの小池、シュート力は定評があります。テクノ取ってより自信をつけられる勝利です。
ビル・ガクサス残り時間が少なくなっています。速いボール来た、流してシュートだー、3点目後藤です。徳良高田が点を取って、まあ、もしかすると燃えていたがストライカーの後藤、まあ、昨シーズンは2桁得点を挙げてブレイクしましたが途中起用に応えました。まあ、うまく本当にしっかりミートしましたね、はい、このボールも良かったしですね、速いボールを入れた甲斐がありました。後藤のゴール3対0。